イエス猫太郎チャンネル。あのー、テイソンさんとね、人気カフェでコラボ、ね、あのー、人気カフェで、人気おかでのコラボで、もう好評でこの、もうグッズもね、完売状態、えー、メニューもね、たくさんあの出て、もう盛況なんですよ。でね、これ、あのー、本当だったら、大体的にこう、言いたいんですよ。 だけどこの今一応まん延防止になってるんでアナウンスがしにくいというかだから本当はケンソンさんとあのコラボして盛り上げてっていうふうになるとまあこの考えようによったらケンソンさんが110万人で私が40万人登録なんで少なく見,見ても100万人ぐらい押し寄せちゃう可能性があるじゃないですか。 あの中川区松の基長にね任侠仮面にそれはまずいですよねうんなのでこれ言えないなっていうふうにあの本当だったらこれケイソさんのチャンネルとかでもねあの僕がまた出てこうだよねってもうちょっとねこれ終わってからかな一通り終わってから一回うん、まあこのパニックになっちゃうじゃん。うん まあ、っていうのはあれなんだけどこれ本当にな宣伝しにくいというかことなんだけど触れないわけ触れないわけにいかないじ,じゃないこれね。私もあの、えー、見てきましたしちゃんとこの商品、えー、の状態のね陳列の状態をこのケイさんのマネージャーの方にねこういうふうに。 どうですっつって送ってるあこれこうしてくださいみたいなね感じで打ち合わせをねしておりましてねあのー、そんなやり取りがあったんでございますよ。うん、まあ品位値を変えるわけにもいかないしまあ本当はこの何で言うんですか2月いっぱいじゃないですかこのうんそこにだからもう本当にこの何て言うのかな、あのー、盛り上げにくいというかうん。 この状況をもってしてでもこの状況だからいやだから言うとこの愚痴っぽくなって批判みたいなこれは世間の皆さんも同じなんでどこのお店にしたって飲食店にしたって、えー、ご商売やってるところでもこう大きくはアナウンスできないわけですからあああのできないわけで電話がかかっちゃって珍しい <laughs> こういうことはありますかね。 なんかこういうような状況なんでこれは言いにくいけどもうこういう言い方でも言っとかないとなーっていうやってますよーみたいな、うん、あのコラボメニューもありますよーっていう本当はね、うん、あのイベント的なものもやってみたいなことができたんだろうけどなかなかね、うん、ここは厳しいところだよな。 うん、まああのえ閉、ー、めるにあたってねこのカフェを閉めるにあたってまあいろんなまあ,あのコメント見てるともうほぼほぼ好意的なんだけどまあ最初からあのなんかこんなの,こあのダメじゃないかっていう,いうこといやいやまあこのコロナのことは想定してなかったんでねでもこれやらなきゃいけないような状況だったんで頑張ってやってきましたんでうん。 まあちょっとね、こういうことになっちゃったっていうことなんで、まあ、やってますよということで、やってますよということだけはお伝えして、おくしかないのかなっていう話です。はい